スキルアップが楽しいということでですね、だいたい5年前ぐらいから練習し始めたわけですよね。なんとか速くなるようにと、公民館とかカラオケボックスとかで練習して、今ですね、なんと 0.2 秒ぐらいなんですよね。やったな。じゃあ3、2、1でいくから、3、2、1でいくよ。3、2、1。はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。一応来た。歴史的回よ。何の役にも立たないけどね。でもそういうことじゃないんだよね、スキルっていうのはね。